ボード・コルディエ・ノベル、ボンヌ、サージュの楽譜。アルス・スブティリオールは14世紀末から15世紀初頭のフランスや北、イタリアにおける極度に複雑で技巧的な音楽様式。アルス・スブティリオールとは繊細な技法を意味する。この語はフィリップス・デ・カゼルタの著作とされるトラクテタス・デ・デ・バースス、フィグリスにおけるより繊細な技法などの記述に由来しており、 ウルスラ・ギュンターによって、後期アルス・ノーバの先鋭的な様式を指す用語として導入された。アルス・スブティリオルは、ギオーム・ド・マショーの死後にアルス・ノーバの様式が、より洗練され複雑化したものである。極度に技巧を凝らしたリズムの複雑さは、西洋音楽史上でも他に類を見ない。主なジャンルは、バラード、ビルレー、ロンドーといった世俗歌曲である。アルス・スブティリオルの時代は、 教会大分裂の頃で、様々な権力の対立が見られ、多くの社会不安が存在した時代であった。アルス・スブティリオールの代表的な作曲家として、アントネロ・デ・カゼルタ、フィリップス・デ・カゼルタ、ヨハンネス・チコーニア、ボード・コルディエ、マルティノス・ファブリ、マッテオ・ダ・ペルージャ、ジャコブ・ド・サン・レーシュ、ソラージュ、アントニオ・ザッカーラ・ダ・テイ・ラモなどが挙げられ、 シャンティー写本やモデナ写本などで作品が伝えられている。アルス・スブキリオールの作曲家は、時にその楽譜の形態においても、基礎を凝らしている。ボード・コルディエのカノント・パール・コンパスは、円形の楽譜に書かれ、ロンド・ベル、ボンヌ、サージュの楽譜はハート型をしている。ジャコブ・ド・サンレイシュのラ、ラハープ・デ・メロディーの楽譜は、ハープの絵の中に書かれ、付箋を、ハープの弦に見立てている。 アルス・スブ・ティリオルの音楽は、その難解な音楽体系が、混音の必要性を喚起し、その後、ギオーム・デュ・ファイラにより、ベースラインを含む四声体のスタイルが導き出される、こととなり、次に来る、ルネサンス音楽への橋渡しを担う、西洋音楽史における重要なポジションを占めている。またその複雑な音楽が生まれた背景には、寄付法の発展があり、 楽曲を構築する上で譜面が重要なツールとして対等してきたという点でも特筆すべき時代である。しかしながら彼らのテクニックは複雑すぎて次の時代ではほとんど役に立たなかった。アルス・スブティリオールが演奏と作曲の両分野でその価値が見直されるようになったのは1980年代以降である。博士号を取得した作曲家にマーク・アンドレがいる。 彼はフランス生まれだがドイツで活動している。ブリスポゼもこの時期の音楽のスペシャリストである。ありがとうございます。